こんにちは。元気ですか？今日は全国通訳案内士試験の筆記試験結果通知表が届いたので、それを開封したいと思います。結果は、JLTO の公開によって分かっているんですが、今日はその通知表が実際に届いたので、確認していきたいと思います。どうでしょうか。さて、どうでしょうか。やっぱり予想通り、一般常識がダメでした。それ以外の日本地理と日本歴史は、合格点に達していたので、まあ、合格すると予想していたんですが、まあ、その予想通りの結果になりました。センター試験の受験勉強はもうすでに始めていたので、この日本歴史はまあ合格になったんですが、一応センター試験では一般常識と日本歴史の免除を狙うために、日本史 B と現代社会を受験する予定です。でもこうやって通知表が来て実感するとまた、悲しくなります。でも不合格になるっていうことは、またさらにその不合格になった科目を勉強するっていうことなんで、それはさらにその科目の知識が深まるっていうことなんで、まあ最終的には自分にとってはまあいいかもしれません。知識が深まるっていう意味では最終的にはいいのかもしれません。でも結果的には不合格になったんで、また勉強しなくてはいけないという、まあ、苦労があるんでしんどいんですけど、まあ、結果的には知識が深まるので、まあ、いいんじゃないかなって思います。今回、不合格になった皆様も、またその勉強をして、さらに知識が深まって、さらにレベルアップできると考えたら、まあ、いいんじゃないかなと思います。来年また受験しようと思っています。まあ、センター試験で一般常識の免除取れたらいいんですけど、現代社会で80点以上取らないといけないんで、80点以上ちょっと難しいかもしれませんが、できる限り頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ここで失礼いたします。ありがとうございました。